はい、どうも皆さん、バークレーです。デスレイ2やっていきます。で、今回はですね、サムネに、まあ、なんか載ってるんやと思うんやけど、とりあえず、クルーシブルの方で使うのはウルフクローの方ですね。パルスライフル、レートが高いやつ。これちょっと後で説明します。で、その前に、昨日ね、ちょっとゲットした、この戦闘用の指のエキゾ、トリニティグールっていうやつ。これはね、ちょっと今回クルーシブルで使わないんですけど、一応、せっかく撮ったんで説明をしていこうかなと思っております。はい。で、まず固有パークか、電子分裂、発射後に分裂する矢を放つ、照準をするか弓を完全に引き絞ることで集団性能を上げることができると。どういうことかっつうと、もうほんと単純なんですよこれは。3本一気に飛びます。3本で、威力ステータスの方を見てみると、まあ結構高いんですけど、普通の弓みたいに一本一本あの威力やったらちょっと強すぎるんで、やっぱり一本一本の威力は低いですね。で、どういう使い方か。これはね、まあまあ普通に普段の弓と同じように使うんですけど、これもあるんですよ。稲妻の杖。精密キルを達成すると次のショットが稲妻のように枝分かれする。ここがね、PVE の方で強いんじゃないかなっていうふうに思います。どんな感じかっていうのは、多分、なんか画像的な動画的なを載せてると思うんですけど、精密ショットした後に次の矢がですね、稲妻が、矢の先端について、でもう一回ぶっ放すと、周りの敵も巻き込んで倒していけると。だから雑魚敵とかの密集してるとことかに、ぶっ放すと結構簡単に集団で倒せるので、かなり PVE と思います。はい。で、これうまいこといけばずっと続きます。精密キルした次のショットなんで、稲妻まとってる状態で、次もう一回稲妻ショットで精密キルしたら、また次稲妻の杖が発動するんで、うまいこといけばずっと発動したまんまになります。はい。で、PVP での使用感一応使ってきてるんですよ。で、3本飛ぶってことで1本1本のダメージ、50です。51ヘッドショット、ちゃんとダメージ与えれる状態の射程距離で51で、3本なんで153減りますね。で、だいぶ減るんですけど、この発射時間の方820、普通の弓よりだいぶ遅いんですよ、発射するのが。なんで、遠距離とかだったらね、49か1本になっちゃうし、まあ近すぎると他のレート高い武器とかにも押されると思うんですよね。ちょっと僕が指下手くそっていうのもあるんですけど。で、この弓 PVP の使い方だと、おそらく、体に3本一気に当てると引き絞った状態で、50以上は減るはずなんで、とりあえず体に当てといて、で次ヘッドショットっていう順番でもやれるってわけですね。他の弓やったらヘッドショット2発とか当てていかないといけないところを、ワンショット胴体でも、もう1回でも頭に当てとけば勝てると。そこら辺はいいんじゃないかと思います。はい。なんで PVP の方やったらね、稲妻の杖の方はあんまり良くないかなとは思うんですけど、でもかなり強いです、PVE の方は。何音さんか忘れたんですけど、まあそんな感じですね。 PVP も上手い人やったら全然使えると思うんですけど、ただ頭ずっと当てれる人やったら、普通の、頭100以上減る戦闘用の弓の方が PVP やったら強いとは思います。はい。そんな感じですね。で、次、今回使うパルスライフル、ウルフクロー、これがアイアンバーナーのやつですね、の説明していきたいと思います。ちょっとステータス的にはそんなに強くねえんじゃねえかって思うんですけど、まずこれは通常でついてるのかどうか、ちょっと1本しか手に入れたことがないからわかんないんですけど、まあ、なぜフルオートトリガーシステムと、だいぶ連射が速いパルスなんですよね。で、次これ、どうなんやろね、これ。脅威探知機、敵が近くにいると機器ロード安定性、ハンドリングが向上する。どの程度なのかっていうのがよくわかってない。あとはまあまあ、普通のこんな感じなんですけど、かなりの連射速度のパルスライフルで、で、ヘッドショットが22入るんですよね。で、昨日ちょっとクルーシブルで使ってみた感じ、ちょっとというか結構メイン武器にしたくなるような PVP やったら、そんな感じなぐらい使いやすいし、強いし、いいんじゃないかなと思って今回これにしてみました。クルーシブルで使うのは。はい。で、他はね、いつも通りですね。メインの方、メインというかショットガンの方、放送音の愛用ショットガンと、コロニーです。はい。で、こっちはいつも通り膝と、
なんか膝いっぱい打てるやつとでパルスライフル使いやすくなるやつとっていう感じでございます。はい、それでは本編の方どうぞ。はい、遠方の岸辺です。サルカディアの岸辺です。はい、やっていきましょう。んここクラッシュ、いや何もないです。クラッシュか、ここって昔ありませんでした。んちゃうか、勘違いか、何もないですやっていきましょう。味方を守り敵を倒せ。あ、勘違いやね。うん、ディスニー2から、いや違うな、ここはあれじゃないか、あったよね昔。いやダメージがね、うん、ショットガンで待ってる今のは仕方ないね。よっしゃ、当ていこうか。どこで行こうかな。とりあえず銃を見せたいから、出てけ、とりあえず蹴っといて銃見せたいからさ。いやこれねマジ強いんですよね。うん切り札ね、なんか取りやすくなったらしいですね。よいしょ、まあいいんじゃないかな。賛否両論はあると思いますけどね、せっかく頑張って取ったやつそんなポンポン出さないでみたいな。ほら強い、このこの冷凍で、おこれ敵か。はい、オッケー。でついでにそれ欲しいな、おいちゃんそれ欲しい、取りに来とるなこれ。蹴飛ばし飛びて、で一回逃げて戻る。はい、いやマジ強いよこれ。蹴っといて、戦い方はまさに真のタイタンだ。いや巻き込み、うん、いいですね。あーやれんかったか二人とも。いや今の膝蹴りのいいとこやん。でも今あれの取り合いになってますからね。あーしかもヒブさんのエネルギーがなくなった、膝ルギーがなくなった。いや強マジめっちゃ減るやん。待っていっぱい来ないで。あーしかもあれやろ、はいえしかもあれで死なんだよ。よいしょ、ポイントはそんなに離れてないからね。ヒザルギーがなくなったんがちょっときついかな。横から落としたけど気のせいか。危なっ、ヘッドショットがほんと下手なってるわ。いや危ない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 、いや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 まあでもあの速さでね頭22っていうのはだいぶ強いと思うんですよね。どっちおるやろね、あそこおるね、目の前にもおるかな。俺の方狙っとんか、ごめんヒザルギーがないから。どっ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 ど、ハボックでーす、ハボック走ってきまーす、どん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 、いや戦い方はまさに真のタイタンだ。ぬーいいよ、でん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 、はいどいどいど、あ、ヒザルギー溜まったね、ええただではやられないね。もうちょっと追いつきそうなんやけどね。目の前もおるやん、どこ？あ、あれか。おお、やっぱ切り札強いね。いや、ほんといい銃だと思いますよ。よっしゃ。いや、それでもね、俺はウルフクローを押していきたい。とりあえず一発装填しといてと。あー、嫌な音したね。あ、いやいやいや、ちょっと待って、俺はふーん。いや、まあ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 。スーパースキルは仕方ないってことにしない？あっちまだまだごっつい落としようからな。大丈夫？いや、無理！後ろおるやん、後ろおるやん。ちょっと待って、味方助けて、お願い！ポンチ！ポンチ！
あ、味方やった。あ、ちょっと待って。怖い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 。あ、ナイス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 。いいですね。こっち行きたい。はい。なんか嫌な音したな、また。ちょ、このまま、このまま。あ、エネルギー、ヒザルギーがなかった。気づかんかった。あー、やばい。あはは。いや、まあまあ。分かってますよ。いや、この癖がね、まだ抜けないんですよね。いつも膝打てるっていうその感覚がね。今俺なんか悪いことしたかな。なんかスーッと見に行って、お前ええわみたいな。えっあれだね、ディスティニーならではで、この覗く癖を直さないといけないんだよな。あっ、ひざるきやるから大丈夫だろ。いや、今は無理だな。でもなんとか追いつけそうやから、あと4スーパーチャージが溜まった時だね。ナイス。よっしゃ、こっちから回っていって、まだそんな離れてないからな、大丈夫やで。見えんくなるやつさ、ちょっとおじさんの目には映らない。いやいや、無理です、今無理です。よっしゃ、いける、これももらったぞ。膝おじさん勝ち込んでいくの、マキ。はいよ、パンチ。今のさ、体隠れとったと思うんやけど、気のせいなんかな。でもっとちゃんとね、ウルフクロウ使っていきたいんですよ。どうしてもね、近距離に行きたがる癖があるから。いや、その人数は受け付けてないかな。いや、待て。あ、やばい、これは。もったいない。今のはもったいないや。あと4サカーいけるでしょうに。いける。こっちから回っていって、あん、どうした、何が起きた。レーダーすぐ見えんくなった仕様もね、まだ慣れてないよね。行こうか。いやいや、強い、全然強いから。あ、やば。これはね、ほっそい。あ、やばいかも。ちょっと待って。こっちから回っていっても味方おるからな。ちょっと、おじさん。あ、うん。待って、いいのあるわ。はい。いいのあった。みんないいのあったよ。待ってて。今ね、ちょっと待ってよ。考えてる意味がわかんないけど。おい、やだやだ、打つだけ打て。あ、さようなら。あ、でもまだ3差なんだって。3差。もう一発スーパーチャージたまるかな。2人やれとったからな。そこおるんだね。とりあえずリロードして、ああ、下落せ。まだんかい。ま、いや、それ無理。今のタイミングはさ、よっしゃ。あ、もう一回虫さん打ちたいな。あ、いいよ、味方いいですね。でもそれ取りに来たんじゃん。いや、誰かやってくれ、その人。あと1分、まずい、7サカー、俺のスーパーチャージがたまらないな、これは。誰かの光もらわんと。気づいぞ。お、あ、ちょっと、多いです。敵多いです。いやー、これでも勝ち込んでいくべきやな。オッケー。マジか、
ション結構アイドルやんか。どっち行こう、左って。いやそれでもね、あのウルフクローは強いっていうのは分かってくれたと思う、みんな。あー遠いな、あれはちょっときつい。ほらね、強いんだよこれ、マジでマジで。あちょっと横ね、うん横ね、わかるわかる。負けた。あーありがとうございました。じゃあこれ一旦戻りましょうか。ウルフクロー全然見せ、うん、なんもないです、見せれたとは思いますよ。ええ、どんな感じかな、接戦やったっすね。こんな感じでございます。はい、ということで一旦オービットの方戻りたいと思います。はい、戻ってきました。ねなんか試合的に面白かったら負けようが何しようが出すタイプな出すタイプなんで、そこら辺は気にしません。はい、ということで、もう一度一応説明を。ウルフクロー、これね、まあ、ご覧の通りというか、見てもらった通り、ヘッドショットが、パルスライフルやから3点バーストで、あの速さで、うまいこと当てればね、もっと早く倒せるし、まあ、これはほんま、もっと練習したら全然強くなる銃だと思うので。で、あとね、これだ。ここら辺のパークがね、すぐ構えれるやつとか俺好きなんですよ。こっちついてるかな。キャストハザードの、これこれ、クイックドロー。これがついてたらもっと違うと思いますね。近距離もっと強いと思う、うん、中距離ぐらいも全然いけるはずなんで、まあ、これかなり練習していこうかなと思っております。はい、だからキャストハザード以上に使い込むんじゃないかな、うん、かなり面白いこれは。で、まあ、あとは細のショットガンですね。これは説明する意味ないですね。はい、で最後に、これまあまあ誰でも手に入れれるというわけじゃなくて、まあまあもちろん運でたまたま俺も手に入っただけなんですけど、これ本当に PVE で、人によったら PVP も、かなりおすすめできる弓だと思います。はい、であれなんでしたっけ、ギャンビット、あれでも強いです。うん、かなり強かった。遠距離からね、普通にパシ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 打ってたら、一発で赤ゲージの敵だったら倒れてくれるし、でギャンビットももちろん敵が固まってるんで、そこに一発撃つだけで 2,3 体一気に消し飛んだり、する性能なので、コンピューター相手だったら余計に強く感じるかなと思います。はい、でそれでは今回は、なんだっけ、トリニティクルトでウルフクローの紹介ということで、はい、終わりたいと思います。皆さん最後までご視聴ありがとうございました。また明日お仕事に、学校に頑張ってください。それではお疲れ様です。